日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。なずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい。なおもれきね、403回、3回目。はい。なんかケリーさんってさなんかやっぱ友達少ないんだなーって。ああ、かわいそうにね。実感しましてね。なんで？あのクラブハウス。クラブハウス？はい。なんですか？今年以前流行った、ああ、なんか一時言ってた。ああ。なんかオンラインサロンみたいなの。あれ招待状がないと入会できないんですよ。ほう。で、他のポッドキャスト番組さんなんかはここで録音しながらそのクラブハウスで生配信、生放送しながらみたいなので、あ、この撮ってる内容を生で流しながら、今この本当にリアルタイムでとかやってたり、活用してリスナーと盛り上がってる番組なんかも、自分が聞いてる番組なんかでもやってたんですよ。クラブハウスっていうのは何ですか？双方向になんかできるんですか？うん、その場でなんかリアクションがあるわけ？なんかズームみたいなのじゃないの？知らん、全然分かってないし、うん、だってでそれがねすごく盛り上がって、いろんな有名人とかも参加してたりとかしてたらしいんです。ほう。でそれは誰かの招待状がないと入会できないわけ。うん、まあ、そんな噂は聞きましたけど、みなずきさんは誰かクラブハウスやらないって誘いの、いや、ね、いや全くないですね。ケリーさんもなかった。どういうとこから来るわけ？メールでペロンって来るわけ、まず。うん、じゃないの？クラブハウスっていうなんかそういうなんか招待状じゃなくじゃないの？あ、これメール送るからこっから入ったらいいよっていうような感じじゃないの？例えばそのツイッターみたいな、そのまずそのアプリを入れた上でじゃなくて？さあ知らない。わかんないよ。だって誰も招待してくれなかった。興味もないけどさ。で知り合いの子が、え、ケリーさんクラブハウス入ってないんですか、招待状送りましょうかって言われたから断りました。いりません、うん、いや誰かぜひ入ってくださいって、なんかそんなお情けじゃなく、その招待状っていうのはどういうこと？そのクラブハウスっていう大きな枠組みにまだ入らないといけない。わかんない。だって誰も呼んでくれない。ツイッターみたいなで、そのメールで来るんじゃないですか。私のサイトの処理、あの招待な。おもれき入会クラブハウスって大きな枠の中のおもれきっていうの、違う、おもれきに入れるんじゃなくて、クラブハウスにまず入らないとダメだってこと。会員制入ったらその中のそのいろんなとこは、そういうもんだ。そういうことなんだ、みたいですけど、まあ私たちは人望も友達も交流もなく、日本の片隅でひっそり生きているね。しこしここんな誰も聞かないような話を、はい、孤独。なんかでも俺クラブハウスも一時言ってたけど、なんかその後なんかいろいろトラブルが多いとか、問題が金集めるだどうだってんで、うん、あっという間に潮が引いちゃったじゃないですか。なんかさ、聞いてる人勝手に録音されちゃったら、もう参加してる人がメインで喋ってる人の話が聞けるわけだよ。だから僕らみたいな平民は構わないけどさ、芸能人とかさ、そういう人とか著名人が喋ってるの勝手に録音されてさ、こんなこと言ってた、あんなこと言ってたって暴露されちゃう、迷惑な方もいらっしゃるでしょうに。ああ、まあそのオフレコ的な話なのにみたいな、あ、まあ、そういう、いいよもうそういうなんとかっていうのもあるじゃないのと思うと、はい、勝手にやってちょうだい。とても孤独な私たちが、うん、お友達のいない私たちが。孤独ではありません、我々は。そんな不和雷動しませんから。だって誰もいないじゃん、誰も遊んでくれないしさ。ここを通しますから、うん、まあ、だってリスナーからもさ、ケリーさんってこれ誰もなかったから寂しいんです。うちのリスナーもそんなくだらないものはしません。ああ、まあそれは言えるね、うん、はい。さあ、まあね、今年も頑張って友達100人作りたいと思いますが、はい。
さあ、もうええやん。足利義満さん特集。ラスト、4回目。最終回です。まあ、足利義満といや、金閣寺ですよ。あんた1回目に一休さんで言ったから。俺も金閣寺出てくるじゃん。ああ、確かにね。確かにね。毎度のように出ますな。海外に日本を紹介するとき、日本のこう歴史的建築物を紹介するとき、日本の風景を紹介するときに、もうほぼ真っ先に金閣寺じゃないですか。そうなのかな。あの、何で日本 にこんなのあるよって、こう5枚ぐらい写真見せようとするときに、はい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 、ジャパンみたいな感じで写真を5枚あげろといえば、東京タワーとかスカイツリーあげるかい。桜、富士山、富士だよね。ねえ、新幹線違うか。でも建築物、建物とか、自社仏閣とか、五重の塔とかね。日光とか。あ、日光ね。うん、まあまあ、でもまあまあまあ、金閣寺はトップクラスの言いたいことは分かる。代名詞的な日本ですよ、あれは。まあ京都で一番有名かな、やっぱ寺社仏閣では。でもさ、確かにさ、あの外観が金ピカピンって建てるのって、まあまあビジュアルはね、世界的には あるあ、中が金ピカピンっていうのはあるじゃん。なんか分かるけど、外観が金ピカピン。平泉金色堂。俺でも金ピカピンじゃない。金ピカピンじゃん。なんかまあ、あの、外見があるけど。うん、だから外観、外が、外から見て、おお、金ピカピンねって、こう。確かにね。金閣寺、やっぱ。アメリカじゃねえや、ヨーロッパや中東の王侯貴族でもないよね、うん、実は。で、銀閣寺は銀じゃないんだからさ。そんなの当たり前でしょ。金閣寺はその名のごとく金じゃないですか。まあせやな、京都を代表するか、うん、いや日本代表する。まあまあ確かにね。押村区は現存してないんだよね、うんうん、清水寺なんかもさ、まあビジュアルが地味だよね、ちょっと、まあね、見た目あんなもん汚れた木じゃん、うん、今綺麗にしてますよ。うん、うん、だから、で朱色の建物はそれなりにあるじゃん。なる、でも金閣寺はやっぱ唯一無二ですよ。まあせやな、うん、それを作ったのは誰って言ったら義満さんですよ。まあそうですね、うん、なので今日はまず金閣寺を、金閣寺、金閣寺にスポットライト当てていきます。録音寺ってやつですか。はい、うん、ちょっと参考にしますのはですね、宗国寺、宗国、宗国寺、金閣寺ホームページ、うん、まあ、と、あと最初から使っているのが、山川出版社から出ています日本史リベート、はい、足利義満ですね、うん、伊藤清さんが書かれた本、この2つで今日は、元にですね、はい、お話ししていきますが、金閣寺ですね、あの京都の北山、うん、はい、あれはもともと平安京の中、外になるの、外ですね、外、うん、ですね。で平安時代、その、あ、外かな、うんうん、はですね、あの今のある金閣寺ねのとこね、北山には、はい、あの北山ってエリアでいいの、あの辺、うーん、まあ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 、ね、今風に言うと北山っていうエリア、うーん、今は違うかな、うん、大文字の麓ですね、うん、ここはですね、平安時代1000年前はですね、霊源寺、霊言寺、霊岩かな、霊岩、うん、ドナルド霊岩、うん、霊岩寺、これ霊ってあの幽霊の霊ね、うん、にあの厳しいですね、源ですな、うん、あと広隆寺、広隆寺、起こすに龍ですね、高い、はい、高しいっていうですね、はい、うん、あと法音寺、法音寺、法律の音の寺、音などなんかいくつも寺があったようなエリアなんですって。うん、あとこの辺は天皇の陵墓、うん、お墓ですね、
墓もよくたくさんあって、うん、あと仮装もするところ、そうですね、もともとなんていうかな、その平安京の外れの葬送地っていうか、うん、お墓っていうか、うん、一大、まあ、墓地みたいな、ねね、まあ、ところですね、うん、まあ、だから本当に落外の都の外とかのところですね、うんうん、そんなとこだったそうですね、うん、で鎌倉時代になるとこの北山のあたりを西園寺さん、はい、西園寺家のものになって、うん、鎌倉時代のお公家さんの西園寺金つね、金つね、金持ちじゃないの、金持ちは明治時代でしょ。ああ、そうか、ね、じゃあ西園寺さんってみんな金がつくの、金とね、なんだっけな、なんか、うん、交互に名前つけんだよ、ね、うん、金常さん持ちだったか、金と希望の棒かなんかを、ああ、望む、代わり弁当につけんだったかな、うん、あ、まあ、ちゃう、棒、うん、まあ、はい、金常さんによってね、北山大、北山邸、うん、まあ、邸でいいんじゃないですか、うん、まあ、大とも言いますけど、うん、あの呪落邸とか呪落壇があるんでね、うん、北山邸という豪華な山荘が建てられて、行きます、はい。建てられました。鎌倉時代ね。うん、でも、西園寺家が、なんか衰退していくとともに荒れ果てていくそうです。へえ。西園寺。まあまあ、よく聞きますね、公家さんで、ね。西園寺家はね。うん。藤原北家の出だそうですね。うん。うん、で、西園寺金常さんは、1220年頃、摂関家をしのぐほどの権勢を誇ったそうです。うん、だご摂家じゃないよね、西園寺さんって。西園寺家は何だっけ、清賀家かな。まあ、ご摂家に次ぐ家柄ですかね。うん、で、金常さんじゃ随分ブイブイ言わしたんですね。うん、1220年頃だったら後鳥羽上皇の頃、平安の末か。うん、かな、あ、いい国で、ね、違うよ、あ、へ、鎌倉の頃だよね、鎌倉の頭ですな、うん、上級の乱の頃だから、うん、来年の大会に出るんじゃない、金常さんも出そうね、うんうん、で、このここに、その北山邸っていうのを建立して、うん、藤原の道長の栄華を象徴した法政寺、うん、北条、北条寺、北条寺、これ何、平等院のこと、違う違う、それは寄り道でしょ、あ、そう、うん、北条寺、北条寺はまあ現存してないですね、あ、ないんですか、うん、うん、この北条寺って今ないんだ、摂関家最大の寺院だったそうですね、これをしのぐようなお寺を目指して北山邸って作ったんだって、よっぽど調子づいてますね、うん、すごいね、で御石器をしのごうと乗っ取ろうとしてたくらいなんですね、まあまあ根っこは一緒ですけどね、北家の出身だから、でもう衰退しちゃうんですね、西園寺家は、でも西園寺金文字中の明治大正の人でしょう、うん、まあ細々とは公家、清賀家の公家としては、いやいや、公家としてはトップクラスですからね、うん、もちろんずっとそれはもうやってますけど、うん、やってるっていうか、まあ VV はそういうことじゃない、まあちょっとこの人が突出してよかったって話ですね、うんうん、はい、で室町時代ですね、室町時代になると無双国師さんの弟子の春奥妙派さんに、うん、足利義満は三千弁道に励み、お、禅に禅宗の、まあ、禅の道に入ったってことですな、で、うん、花の御所の隣に相国寺を建立しました、うん、はい、ああ、え、相国寺って花の御所ってどこにあったの、京都の、うーん、通りで言うとなんだっけ、烏丸今出川、うん、御所の 北西か、同志社大学とか知ってる、同志社大学知ってる、御所の北にあるでしょ、うん、あれ、まあ、同志社のだいたい敷地が花の御所って感じかな、あ、そう、うん、あ、前見たとこなんか何で一緒に行かなかったっけ、同志社、同志社、八重さんの頃にさ、八重の桜の頃にさ、なんかさ、あんたと行ったっけ、地中に埋まっとるのガラスにしてさ、ああ、そう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 、あれ花の御所の遺構でしょ、ああ、そうだそうだ、行った行った、あれが門っちょかなんかって、うん、そうそう、あれの東側に小国寺あるでしょ、
あるんです、うん、そこ見なかったから、はい、記憶がないですが、そうね、まさかこんなことになるとは思ってなかった。はい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 、はい、あ、今も小国寺そこなの？小国寺は今もありますね。はい、でそこにお寺建てました。だからここが五山文学が生まれた文化の中心地として栄えていきます、うん、そうですね。五山文学は京都ですね。いいよ、まあ、違う。いやそうですけど、あれ今日あれ鎌倉は何だっけ、鎌倉六五山、いや鎌倉も五山です。五山、うん、がよ、はい、で義満は、うん、あのこの相国寺を建てたのだけでは満足せずに、うん、その西園寺さんが作った北山邸を大改修します、うん、ほう、でこれを北山殿、北山殿、まあ殿殿を造営します、うん、その中の舎利殿、はい、が金閣です。はい、舎利殿、仏さんを祀るとこっていうところですか、うん、お釈迦様の骨ですよね、舎利殿。舎利っていうのはね、まあ、基本的に禅宗ってご本尊お釈迦様なんで、うん、この金閣、まあ、僕たちが金閣寺って言ってるのは舎利殿なんですね。そうですね、まあ、一応メインの建物ってことですね、うん、これ一層、一層一階ってことかな、が釈迦三尊像を安置、うん、二層には観音様、はあはあ、で三層には仏舎利が収められて、うん、でな、え、ここ畳敷じゃないの金閣寺って。違うでしょう。あ、1階2階3階にそれぞれ仏教関係のものが安置してるって感じなの、うん、そうですね。じゃあ何、この相国寺の人が、うん、この金閣寺の中に入って名前だ名前だとかなんかしたりするの？いや、相国寺は相国寺でちゃんとありますよ。お釈迦様が移った本堂があって、うん、でまあ今金閣寺は相国寺の管理下みたいな感じな、相国寺派の一つの寺ですよね、うんうん、だからここ担当の坊さんは相国、金閣寺の坊さんは、あ、でもやってたな、なんか朝法要やるって言ってたな、うんうん、なんかお経唱えたりしてる。それはするでしょ、仏さんいるんだから。じゃあお香とかさ、線香焚いたら矢につくね。ああ、うん、ねえ、どの程度やってるでしょうな、はあ、でこう今までこの金閣寺が、うん、まあ、できる前までは いろんなこう幕府の行事ごとっていうのは、うん、室町邸で行われています。花の御所で、ね、要するに、そうそうそう、うん、それがですね、金閣寺できてからはこっちの北山殿の方で行われるようになりました。義、うん、満がもう入り浸っちゃったわけだ、うんうん、だから一休さんもこっちに呼ばれてるってことですね。そうだよね、花の御所なんて登場しないし、ね、金閣寺で、うん、あの一休さんでね、うんうん、でまあ前回もやりましたが、義満さんは日民貿易をやっていましたから、うん、その中国文化っていうのがもうどんどん北山エリアにこうやってきて、うん、それでこう北山文化っていうのがこう花開いていくってことですね。北山殿の造営は1397年、うん、応永4年に始まってるようですね、うん、庭園と建築ともに可能な限り水を尽くした、はい、うん、で特に趣向を凝らしたのがこの金閣寺ですね、舎利殿、うんうん、でここにね、ずっと義満さんは死ぬまで過ごすそうですね。へー、はい、でこの金閣寺のこと六音寺って六音寺ですね、正式名称は、うん、六音、こう鹿の縁って書きますけど、うん、これね、六音っていうのは釈迦が初めて説法をした地名なん、うん、地名が何でしょうか、六夜音、六夜音、鹿の野原の縁、縁ってあのね、草冠に、うん、あの湾っていうですね、うん、難しい、うん、そこから取って六音、うん、一文字抜いちゃったやつが六音、六音ですね、鹿、ね、うん、のその、うん、の寺ですね、うん、
ね、そりゃこれ金閣って室町時代の金ピカピンだったってこと？もちろん。すごいよね。すごいね。あまり趣味がいいとは思わないけどね。でも外国人は喜ぶ。一度はでも見てみたいよね。まあまあまあ、だ外国人が喜ぶよね。日本人はあまり喜ばないんじゃない？ちょっとケバいね。ね。うん、銀閣寺の方がちょっと落ち着く。まあそうやね、うん、住むなら銀閣寺だね、うんうん、でも所持はしといてもいいかもそう、ね、足利義満さんの最後についてご紹介していきます。亡くなる、はいはい、この北山殿ですね。生涯を迎える、もう北山殿って呼ばれるようになっちゃうわけね。そうやね、うん、義満の別名ですね、はい、うん、もうその武家も公家も、うん、宮中も全部掌握をして、当時の統治政治ほぼ全権を我が物にした足利義満、ね、うん、はい、寺社権力、寺社、あ、寺ね、寺系ですね、仏教系ですね、うん、寺神社、うん、もこっちも支配しようとするし、うん、まあ天皇の権限にもね関与する立場になり、国際的にも知られた、まあ知られた、まあね、うん、外交も頑張ってやって、まあ本当にトップですね、うん、うん、そんな状態ですねになって、もういいおっちゃんになっちゃったんですね、うん、で足利家のこう家督についてね、考えないといけなくなりますね。で、後を継ぐのは長男なの、これ足利義持さん、義持、うん、はい、はい、でこれは義持さんは部門の統領として足利義満の後を継いだ。まあそうですね、将軍職を譲ったということですね、うんうん、だからその公家政権がどうのこうのとか公家の力がどうのこうのというのはちょっと違うと、うんうん、それはだって自分でないとできないですから、うん、まだ確立したわけじゃないんで、うんうん、なので義持は、うん、北山殿義満の従属する立場、そうですね、うん、事実上何にもさせてもらってないですもんね、うん、死ぬまでは。そんな関係だったそうですね、うんうん、まあ偉すぎるっていうのも大変だね。まあ親父がね、うん、これだけすごいし、うん、それこの後継ぐの困りますわな。で1394年に長男の義持が征夷大将軍を継ぎます、うんうん、でもう一人ね、義満に他にもいろいろ子供がいるんですけど、うん、ちょっと押さえておきたいのが義継さん、うん、1394年生まれです。晩年に生まれた子供ですね、うん、で義満は義継を最も寵愛しました、うんうん、で出家させてたんですけど減俗させて、この北山殿という建物の方ね、うん、これを義継に譲ろうとしていました。そんなに可愛かったんだろうね。見た目が結構良かったらしいですね。あ、そうですか。すごい綺麗な、綺麗っていうかその眉目秀麗で、まあまあその辺も義満に気に入られたところなんでしょうね、うん、そのお父ちゃんの後を継ぐのは義持じゃないの？いやいや、だから順番通りでいけば義持だし、うん、継いでますから。だけどその将軍職は継いだけど、その北山の、うん、北山のだからちょっと由来なんでしょうね、うん、普通だからほら彼もそうだけど、もうお兄ちゃんが後継者に決まったらもうあと弟で出家しちゃうんですよね、うん、そうです ね、 ね、そうしないとややこしいんで、うん、でも減俗しろっていうことは当然義持にしたら面白くないですね、ドキドキですよね、うん、であれだから義持さんはずいぶんご機嫌斜め、うん、でまだガキンチョだけど義継さんはもう順風満帆な、まあまあ相続を親父の愛情を、うん、注がれて、うん、財産も譲られそうな肝心な状態です、うん、
1408年、4月28日ですね、うん、このね、3日前、4月25日に、義継が元服して、義継になる。ですね、うん。で、その元服した3日後の4月28日に、義光は発病します、うん。風邪だそうです。あ、そうなの、うん、へぇ。まあね、風邪って言ってもね、ピンからキリまでありますけども、4月28日に風邪でこじらして寝込んじゃいますが、うん、5月1日、数日後ですね、重篤になります。へその3日後、5月4日、うん、緑の日には、危篤になります。重篤と危篤は違うの？やばいのから、マジ死んでくれって。だって。重篤はマジやばい。おで、危篤はもう死ぬ。みたいな、僕、こんなイメージです。はい、はい。まあ、どう病状は悪化の一途をたどったと思ってください。うん、マジやばい、なるほど。うん。はい、で、6日、うん、5月6日の夕方に亡くなっちゃいました。去年51歳だそうです。うん。あっけないね。最後はね、風邪で51か、うん。なんで今だコロナっぽいね、この急激に。まあまあ、いわゆるインフルエンザなんでしょうな、流行性感冒ってやつなんでしょうね。風邪から急性肺炎に移行して死んだんじゃないかと言われています。で、5月10日ですね、死んで4日後ですね、うん、朝廷は孫悟を送ります。うん、六音院、太政法王、太政法王、太政法王と、うん、いう名前を送るんですが、うん、幕府としては、うん、朝廷から名前をもらうなんて、いやいや、そう、法王っていう名前でしょ、法王、うん、神化でありながら法王とか太政法王なんていうのはそういう前例がないってことでしょ。もちろんだって、まあ、天皇しかなれない、そうです、太政法王っていうのは称号ですから、うん、皇族じゃないもんね、うん、なので断ったそうです。でこれ要するに義持です。うん、あ、義持。親父死んじゃったから義持の天下ですから、はい、普通義満なら喜んで受ける話ですけど、うん、義持はだって義満大嫌いですから。うん、そうだね、うん。親父にそんな特別な称号頂点送ろうかって言ったらいりません。でももらっといた方がさ、足利家としてはさ、箔がつくじゃない。義持はもう義満の全部逆をいきます。あ、そう。だって日民貿易だってそうでしょ。そうです、ね。親父がやってた全否定が義持のテーマですから。ね、でもまあお父ちゃん死んじゃって、うん、かわいいかわいい義継さんはまだガキンチョだから、うん、やっぱ。家督の全部の継承者は義持。ガキンチョなの、まだ。まだガキンチョじゃないの。ああ、だってまだ10歳ぐらいだよ。14年、あ、本当だね、うん、10歳。中学生ぐらいか。あ、うん、中学生ぐらいですが。あ、そうか、うん、かわいそうだね。だから、義継さんはですね、あ、だからもう義持さんはもう、俺が相続するぜって。うん、確定です。それはだって彼が耐えてきたのはこの日のためですからね、うんうん、で、義継さんはですね1418年、うん、野心の企てがあると言われて殺されちゃいました、うん、逃げ出してなんだっけ、高野山で殺されたからですよね、うん、だから義持さんとしたらもう超鬱陶しい弟ですよね。調子乗るやつが悪いんだって言おうかなと思ったけど、10歳じゃちょっとかわいそうだね、うん、これは周りがチヤホヤしちゃったから、だから何だ、20歳にも20歳ちょい、うん、94年生まれの18年だから20歳ちょいぐらいで、大学生ぐらいで殺される、まあ、その後そうだね、一時逃げ回ったりして、だからもう着実に機会を狙ってたんだろうね、お兄ちゃんは。まっさやね、死んだ時はそうか、まだ10歳だからまあ問題なかったけど、やっぱりだからその後だからやっぱりちゃんと身を引いて、うん、もうどっかに陰性とかしなければこういうことになっちゃうんですよ、うん、中途半端に未練たらしいことをしちゃったんで、僕はお父さんに愛されてたんだ、うん、だから次の将軍は僕がなるべきだとか、まあ、そんなこと言い出され、実際にやっぱりそういう経験積んじゃうとなるんでしょうね。そそのかす人もいるだろうしね。当然いますよね、はい、あの弟末っ子は、うん、
かわいそうな死に方そうかしちゃいますね。さあ金閣寺はですね、あの、うん、義満が死んだ後、戻ります、はい、ごめんなさい。金閣寺は義満の死んだ後ですね、将軍の館としてはその資格を失います。そうでしょうね、うんうん、だからまた花の御所に戻っちゃうんだよね。昨日の義持ちは当然そんなとこ絶対住まないから、ね、でもあんな金ピカピンだよ、趣味悪い。あ、でも確かに嫌いな人がデッキレンスがあんなもん作ったら絶対嫌じゃん。美しくないよね、絶対焼いてやりたいぐらいでしょ、金だけ取ってもらって、あ、そう、ね、まあ、剥がして、剥がして、はい。で、義満の遺言によってですね、あの、この北山殿は禅寺になっちゃいます。で、無双国士の感情を感情して開祖として無双国士、言いにくいな、無双国士、国士さんが開祖として、この時に六音寺って名前になったんで、今まではお屋敷ですからね、北山殿だったんだよね、で、応仁の乱以降ですね、金閣寺は、応仁の乱以降、まず相国寺ですね。相国寺は、燃えちゃいますね。はい、うん、洛中の寺はほとんど燃えちゃいますね。そうですね。で、六音寺も被害に遭いますけど、金閣寺や、石不動堂とか、護摩堂などは、燃えなかった、残ってたんですって。はいはいはい。江戸時代。江戸時代になると、家康の命によって、六音寺の住職となったのが、最勝上太さん、西に笑う最勝ですね。受けたまわりに、打艦紙幣。打艦の打ですか。歯書いて兄みたいなね。この西勝さんによってですね、経済的基盤を固め、以後西勝さんの系統によってこの寺受け金閣寺って受け継がれていくんですって。西勝さんは秀吉、家康の政治顧問として重用された人でね。そうね。なんていうのこれ、黒衣の黒い黒衣の西勝。黒い衣ですね。黒い衣は僧侶っていう意味ですね。あ、なんかこんな人多いね、坊さん。あの人もそうでしょ、なんで、あの、天海和尚とか。天海もそうだし、なんだっけ。なんか何人もいるよね。まあまあまあ、僧侶で、ね、僧侶でこう政治に預かった人は大体よく言われますね。はい、明治時代ですね。まあ、江戸時代は幕府によって結構保護されてましたが、まあ、江戸幕府は一応その室町幕府の後継っていう位置づけがありますから、あ、そうなん、まあ、一応だから足利家が大事にしてたものは大事にしましょうという、明治時代ね、だからこの金閣寺を庇護する人いなくなって、経済的地盤が失います。そうね。で、まあ、また明治の最初はあの廃仏毀釈の困難にも会いましたが、歴代の住職によって困難を乗り越えて維持をされてきました。明治27年、関西府県連合共進会という博覧会が開催されたんですが、この時に初めて拝観者を受け入れることにしました。そして今日になっていくんですが、大正14年、1925年の金閣寺の拝観料は、徳と波と2種類ある、何が違うか分かんないですけど、徳は50銭、波は20銭だそうです。入れるのかな。で、昔の写真見ると結構中に人いますね。あ、じゃあそれが徳なのかな。かもしれないね、上に上がれるとか。現在はですね、金閣寺、大人400円。子供、小中学生が300円だそうですよ。だったっけ。ずいぶん高くなりましたね。まあまあ、50銭と、まあ、でも400円は安いんだな。あれ、金閣寺って火事になってないよね。どういうこと？
あれなんかの小説だっけ金閣寺。いやそうです、昭和28年に燃えてますよ、ね、うん、燃えてるよ、それ載ってないや、うん、金閣寺のホームページなかったよ。嘘、うん、マジで、うんうん、あれは何だっけ、三島由紀夫の小説で有名じゃない、ね、うん、あれ放火でしょ。放火ですね、うん、修行してた人が火つけちゃって、やっぱ きついんだね仏教の世界。禅宗はまあ特にね厳しいですけどね、うんうん、ね、金閣寺ね。ってことはもう600〜700年ずっとあるってことか。1400年くらいできたから、じゃあお寺は6、7、8、9、10、700年前のからずっとあそこに金閣寺は、ね、場所はねあり続けるんですね。建物は変わってますけど、うん、はい、ここまでが吉光さんの特集だったんですけど、うん、大河ドラマできるかしらね。吉光は全然できるでしょ、何がダメなのかな。でもほら天皇さんとの関係じゃない、そうだよ、多分南北朝の問題がちょっと微妙なのかな。主役は誰がいい？吉光、うん、でも若い人をやらないといけないんでしょうね。で50で死ぬんだもん。あ、そうか、うん、そんなにおじさんじゃなくていいんだよ。そうやね、うん、30代ぐらい、2、30代の中堅の役者さんだね。誰だろう、松山ケンイチとか。松健、まあ清盛と確かにちょっと雰囲気似てるって、うん、坊主もできるよ、ね、坊主ってだけか。あ、もうちょっと恰幅がいい人がいいな。恰幅がいいの、あの人、あの山田、山田誰や、あの山田ウーバーイーツの宣伝してる人。あー、あの人山田じゃなかったっけ、あの勇者義彦の人、ね、あ、そうそうそう、山田孝之、孝之か、あー、 あれよくない、ちょっと幅もあるし、あ、そんな室強みたいなのでもいいんじゃない。室ちょっと年取るな。なんでそういう方に行くんかな。まあでもちょっとコミカルな方がいいかなと思ったけど、いや違うな、なんか重くなりそうだね。あ、重いですね、うん、なんか戦国ものとはやっぱ違うね。まあでも、うん、まあそうか、朝廷の扱いは確かに。でも最近いろんな天皇さんとか出てくるじゃん、ね、今の聖典でも光明天皇も出てきてます。そうやな、まあ戦あり、うん、ね、外国ロケもあるわな、ミントの話もあるし。まあでもね、その南北朝でもどっちに味方について誰が裏切ってとかさ、その人物のどこまで出すかとか大変そう。ちょっとでかすぎるか、逆に。一休さんも出さないといけないんでしょ。これは当然ですよ。桔梗屋さんとか誰するんだろうね。桔梗屋さん、さよちゃんな、うん、さよちゃんはだからあの子ちゃん、あの、なんだっけ、弥生さんとかは足玉なんでいいじゃない。弥生さんは誰、桔梗屋さんの娘、うん、あ、足玉なとかでいいんじゃない。足玉か新右衛門さんですよね、うんうん、はい、ちょっと詰め込みすぎてぎゅうぎゅうしてたんですけど。あ、そうですか、うん、いやいや、でも頑張ってちょっとしこって、うん、もう面白い話ですね、うん、はい、センター試験じゃないや、共通テストに出るといいですね。これはしっかり勉強しておいた方がいいよ、はい、さあ、お便りも紹介しましょう。手紙、はい、サイクルマンさんからいただきました。サイクルメン、はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、いつも楽しく拝聴しています、うん、私の住む和歌山では、桜が開花しましたと3月の20日頃にいただいております、はい、桃も咲き始めていい季節になってきました。私の娘が住んでいる奈良市では佐保川の桜がとても美しいです、うん、行ったことありますか。桜といえばソメイヨシノですが、ソメイヨシノは江戸後期に開発されたそうです。ということは、江戸平安時代に詠まれた歌の桜はソメイヨシノではなかった、ソメイヨシノではないってことですね。ちょっと不思議な気がしますといただきました。はい。桜ね、ソメイヨシノがよく思いつきますけど、昔は山桜じゃないの。そうだ ね、だから葉が結構花と一緒に葉が出るじゃないですか、うんうん、
ソメイヨシノってね花ばっかりだけど、そうですね、コントラストが綺麗ですね、緑とピンクで。なんかやっぱソメイヨシノってあれクローンだから寿命が短いんだってね。うん、そうそうそう、5、60年ぐらい一気に大きくなって結構ね死んじゃうよね、うん、あっという間に。定期的に植え替えて若い苗植えてあげないと、うん、その100年前は桜の名所だったとこもう朽ち果ててダメになってるとこあるんだよね、うん、そうそうそう、成長が早いしね、うん、で昔なんか桜より有名じゃないの、こんな奈良とか平安の頃なんて花見って有名は。でも奈良時代に大陸から来たもんでしょ、だから当時は結構ハイカラな花でしょ、うん、まあ今からね梅酒もつけなきゃいけないしね。お漬けになるんですか今年も。今年ねちょっと暇かどうかの相談ですね。あ、そうですか、うん、はい、ね、あのやっぱ綺麗ですね桜ね。まあ今年はね、うん、なかなか花見っていうのも厳しかったですけど、はい、またねできるといいですね、したいね、はい、うん、さあ続いてねカルバンクさんからいただきました。カルバンク、はい、うん、今行方不明の文化財の会を聞きました、うん、文化庁の役人さんも意外と地味な仕事頑張っているのですね最後に私の拙いメールを読んでくださりありがとうございましたが、その後のケリーさんのお便りの少ない発言と水月さんの応援してくれなきゃ終わっちゃうよ脅しにびっくりしてメールを書いていますおもれきの空気のような存在でしたが、水をかけられたように感じました。これからはサイレントリスナーを卒業するので頑張ってください、はい、いただきました。あんまりこういうこと言っちゃダメよ、やめちゃうよとか。水と空気はタダなんていう時代はもう終わったんですよ、うん、いや空気はタダですよ。空気もタダじゃないですよ今や本当に何でどっからそんな話が酸素とか金払って吸ってるじゃないですか。そうですね、うん、もうこの、まあ、まあ水ね、うん、買っちゃうしね。あ、そうなの。ミネラルウォーター、あのほらケリーサンシティの水源っていうのは川なの。おいし、川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 なの。おいしいよ。あそこ、うん、あそこでかい川あるもん、ね、うん、なんかやっぱいろんな説あるじゃん。ミネラルウォーターより水道水の方が体にいいとかさ。あ、そうなの。だってミネラルウォーターってさ、うん、そのまんま水にしてるとこもあったりさ、うん、なんかするし、ある程度きれいにしてる方、水道水の方がある程度ちゃんときれいにしてるから、うん、そっちの方が安全だとか。いや今だって水道も技術がすごい発展したから、うん、あんまり薬なんか夏の一番えぐい時以外でほとんど薬とか入れないでしょ。カルキ臭さも減ったよね。ないよ、全然今ないし。都会に行ってびっくりしたのが、うん、もうあのカルキ臭い風呂とかもあれ、昔は確かにね、うん、夏の水道水ってえぐいかったけど、うん、今は学生の時に京都に旅行に行ってビジネスホテルで旅行帰った時にカルキ臭くてビビったもん。夏場は結構ね、うん、京都もまずかったね昔はね。さあもう一丁紹介しようかな。ラストサムライさんから。ラストサムライ、はい、いつも楽しく番組を聞かせていただいております。先日の放送回で銃刀法についての言及がありましたが、私は以前居合を習っていました。私自身は居合刀を、うん、模造刀を使っていたので、うん、登録の必要はなかったのですが、講談社、高いレベルの、ね、はいはいはい、の先生方は真剣を使っていました。私の先生は元自衛官で趣味が猟だったので、あの猟、あの狩りの猟ね、はいはい、銃や真剣を何本か持っていました。うん、登録に関して先生に聞いたところ、銃は人を登録するが刀は刀そのものを登録すると言っていました。あ、なるほどね。銃と違って日本刀は美術品扱いになるので、地域の教育委員会に登録するらしいのです。銃に関しては警察、公安委員会の許可がいると思いますが、先生は猟銃や弾はどこかのロッカーに預けてあると言っていました、ということですね。
違うんですね、日本刀と鉄砲じゃ、ね、うん、火縄銃はどっちなんだろう。あ、でも時々祭りとかでやってるよね、売ってるけど、火縄銃はどっちなんだろうな。銃じゃないの、あ、どっちもダブル登録するのかな。ダブル登録ね、もはや美術的な価値もあるし、うん、文化財的な価値もあるけど、まあ確かに弾と火薬がありゃ人は殺せるもんね。うん、なんか山行くと銃弾の跡ってあるよね、よく薬莢とか落ちてる、うん、ああ鉄砲の玉だとか、そうそう、うん、昔喜んで拾ったりしてましたね。そうやって撃ち殺されるんだよね、なんか聞かなかった、沖縄とかでさ、あ、間違えてクズ鉄とか落ちてるから拾いなさいっつってババって撃たれたとかね、はい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 、ダメです、怖い武器は苦手です、はい、武器、怖くない武器ってあるんですか、うん、でもね、鉄砲とね、刀特集もまたやりたいので、また順番が回ってきたら、やりますよ。はい、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。